教務に決まっていました。独立性も結局会社に属していないので、人と人とのつながりが結局その次の関係を作っていき、それが次の仕事を生んでいくという波の中に放り込まれます。そうすると、非常にただ役にも立たないし共感もされないし時間ばっかり食っていたこの無駄の極みが、意外といろんなところにいろんな界隈に行くパスポートとして通行手形として役に立っていたっていう意味があります。で、アートなのかっていう話なんですが、もともとはただの架空の地図です。見る人によってその解釈は自由です。まあ、つまりアートとして見るのもあなたの自由くらいのポリシーでおりましたが、昨年宮崎県で展示をすることになり、南九州の現代作家たちっていう公立美術館の展示に私の名前が載るという、そういうことで、まあ、今まで展示何回かあったんですけど公立美術館が初めてだったんですね。ちょっとそれで緊張感を持ちまして現代美術作家として何かを考えようと機会をもらって考えるんですね。で、よくある要望があります。この空想地図について 3D とか AR で見たいという方がいらっしゃいます。でも私自分で作る技術がないんだよね。さっき出てきたものも全部平面ですよね。で、立体を作る技術が私にはありません。でも誰かが作るんだったらそれはそれで大歓迎なんですけど、ただなんか人に頼むとなると金かかるなということでお呼び越しでした。でもそれ以上に自分で作るとするとなんかそのためにプログラミングを学ぼうとかそのためにレンダリングを学ぼうとかそういうことをするのはちょっと自分としては腰が重いなと、なんかすごいですけどその立体を作ったことで正解を与えちゃうのもちょっと気がかりだったんです。結局これって見る人が見る人それぞれの想像をするところが面白いなとも思っていたので、そこの空想性を生かすためにはどうすればいいかを考えました。実際の地図だとさっきの話じゃないんですけど目的地と最短経路を探す道具として多くの人が使います。そして現実の街、人々の様子も風景もかなり行けば分かるし検索で分かることもあります。地図から想像する気はアプローチがないのに空想地図があることによってこの特に紙の地図なんて特に注目もされないありふれた日常生活用品だけどもこの行けないし検索で行けない想像で入るしかない世界っていうのをなんとこの大したことがない紙から世の中の様子が見えてくるっていう、これは想像力の拡大率がかなり高いなと思いました。そこから人々の様子や風景、都市の全体像がブワッと浮かぶ。しかもこの拡大率、見る人が想像力で拡大していく。これは面白いと。そうすると、これに代わるもの、地図以外に何かなと考えたときに、大したことのないありふれた日常の小さな産物として、レシートだと思ったんですね。レシートやカード類なんてまず注目もされないし展示もされない。でも架空で作ると展示できるかもということで、女子大生の財布を作りました。公園学院大学人文学部生活文化学科で、制服ですから現役に入ってますね。現役に入っていて1年後に免許を取ってます。この顔がメイクを覚えてかなり充実した大学生活を送っているポイント。そしてこの1年間の間にうちに何を覚えたか、これネイルサロンのポイントがあるんですね。で、コンタクトはまあしょうがないでしょうね。であとこのパスタ&ピッツァピアッタっていうそのレシートをよく見てみると2人で、シーザーサラダ、カルボナーラ、チーズドリア、カルボナーラとチーズドリアをそれぞれ食べて、シーザーサラダはワケワケしてるんでしょうね。で、この21時33分にレジを済ませて、21時48分、21時46分、同じ日に、ミックスサンドイッチ、AX クリア歯ブラシコンパクト、歯ブラシ買ってな。なるほど。つまり、気づいた人ですね。まとまってるって話ですよね。でも、わかんないですよ。これは男と女かもしれないし、翌日課題があって、女子同士で課題のための合宿をしている可能性もあります。どっちかわかんないですね。ということで、それを、物語として書くとか、映像で作るのではなく、この大したことのない日常生活用品を画質で並べるだけで、そのストーリーと想像の余地を与えると、
私のこう想像力の脇の下くすぐりたいよみたいなのがぶつかるっていうのがあって、この感じで私と知り合いにならなそうな人の落とし物を作りました。まあ、あと詳しくは割愛しますが、ブラック企業に勤めるサラリーマンと三親高齢女性、診察券高齢ですね。1個だけ触れておきましょうか。診察券って病院の受付の人が書くんですよね。自分の手で書かないで全部筆跡変えないといけないっていうのは大変でした。いろんな人に石山慶子って書いてっていうお願いをするっていうのは何やってるんだって感じなんですが、これを公認の美術館で展示するということになりました。はい、ということでだんだん時間も最後になってきましたが、全国300都市を回って土地勘をつけるということですが、これはもともと空想地図のためにやっていたことではないです。もともと空想地図というのが、衝動は現実逃避でした。自分の今いる日常とは違う日常に行きたい、つまり現実逃避、物語の世界に行くとかディズニーランドに行くっていう逃避ができなかったんです。そういう現実味のない夢の国に浸るのはリアリティがなくて、それよりは異なる現実に逃避したいと、つまり実際に引っ越しできる現実を見つけなかったということで、地方都市に行くとそれがちょっと叶うわけです。自分がここに住んでいるとこういう買い物をしてこういう風な一日を送るんじゃないかということで、全国いろんな都市に行きました。はい、で、意外とこれ行かないかと思ったら間に合いましたね。学生時代は300都市に行っただけではなく、結局地理学を中退して別の学科に行ったり、さっきその社会企業や何やらかんやらの人たちと会ってたっていう話がありましたが、いろんな界隈の人と会いました。で、街づくり、社会企業で、IT 企業、ドリームワーク界隈、あ、これはなんか気になった質問くださって面白いです。で、その後建築界隈、地図地理界隈、デザイン、アート、ベンチャー、メディア、その他いろんな人と個別に会う機会がありました。意外と地図地理界隈は2015年から遅いんでそっちに行ったのは後発なんですが、それ以外のところへ行っています。で、得た仕事というとあれですけども、そんなに全部のところから仕事をもらっているわけではなくて、単純に友人関係として関係があるわけなので、私をどういうふうに見ているかとか、私とどうつながっているかっていうのをまとめるとこんな感じなんですが、面白いですよ。地図、地理界隈、建築、それぞれの癖があるんですね。でデザインとアートが面白いんですけど、似てるんですけど、デザインの人たちは社会の動向や技術に敏感、デザインは課題解決的です。デザインはお客さんからの依頼があって作ったり、あるいは社会課題、世の中ってこうなったらいいよねっていうものを元に作るべきものを作ります。なので目的、手段の順番で話します。アートって逆なんですね。直感的で一体何を言ってるのかよくわからない。作品制作、発表を通じてコミュニケーションし、人間関係を構築する。これってもともと出来上がりの像とかお客さんからの依頼で作っているのではなく、自分の内なる衝動で作ります。で、それをもちろんうまく喋れる人もいますが、まあ喋れない人がなかなか多い。逆に言うと喋れないからこそ口頭以外の表現手段、自分それその人なりの表現手段で表現しているということなので、最初話が噛み合わない感じがするんですよ。なんですけど言葉じゃない何かで通じ合うようで、後で結局仲良くなってます。そういう感じで、私自身の出し方は、アート界隈にいてもデザイン界隈にいてもこんな感じです。で、同じ空想地図という道具を持って同じ感じの、雰囲気で出ると反応が違うので、自分の空想地図と自分のキャラクターを一つのリトマス紙のような感じで出して、その世の中がどんな人がどんなことを考えているのかなというのを、探っていきます。はい、で、結局アートはまだよくわからないままですが、わからないことを気になるということで、拾われたアート